今週も始まりました。お役立ち情報からためになる情報まで、東急グループのさまざまな情報をお届けするウィークリートーク、ご案内させていただきます坂本ひろこです。早速今週のラインナップ見てまいりましょう。ウィークリートピックスのコーナーでは、多摩プラザテラスのノースプラザ3階にオープンした庭園コモンフィールドについて詳しくお伝えいたします。フォーカスインのコーナーでは、先週お送りいたしました正規東急工業株式会社について改めてお伝えいたします。109シネマズインフォのコーナーでは、今週も先週末の人気映画ランキングと今週のおすすめをお伝えしてまいります。さあ今日はどんな映画でしょうか。それでは参りましょう。ウィークリートーク。この番組は美しい時代へ、東急グループとご覧の各社の提供でお送りいたします。ウィークリートピックスのコーナーです。このコーナーでは東急グループの最新情報をはじめ、毎週さまざまなホットトピックスをお届けしてまいります。今回は10月27日に多摩プラザテラスノースプラザ3階にオープンした庭園コモンフィールドと、リニューアルした東急百貨店多摩プラザ店についてお伝えいたします。取材してきましたので、こちらをご覧ください。この度、田園都市線多摩プラザ駅直結の商業施設多摩プラザテラスノースプラザ3階庭園をリニューアルいたしまして、コモンフィールドという名称でオープンいたしました。この庭園は町の人が家族になれる大きな庭をテーマにしておりまして、多摩プラザの町のさらなる活性化を目的としまして、ここがご利用いただく方々のコミュニティ作りの場になれればと思っています。広さが約3000平方メートルと、とても広々としていまして、ゆったり過ごせる人工芝ゾーン、お子様も楽しめるキッズゾーン、自然豊かな植栽で森の小道を連想させるゾーンで構成されています。環境にも配慮しておりまして、環境と人に優しい 100% リサイクル可能な人工芝を使用したり、リニューアルにより伐採されたクスノキがキッズゾーンのベンチに生まれ変わったり、またそのクスノキのワークショップでの活用も検討しています。株式会社ガルテンでは、季節の楽しみと小さな工夫で理想を叶えるということをコンセプトにしたネクストウィークエンドという、コミュニティメディアを運営してます。でその中で今回、東急さんにお声掛けをいただいて、3年前にですね、この、庭の改修プランに参画させていただくことになりました。この3階にはもともと倉庫になっていたスペースがあったんですが、今回のリニューアルにあたって倉庫を撤去して、そのスペースにガルテンコーヒー&シーズナルウィッシーズというカフェを作りました。メニューも幅広い年代の方々に楽しんでいただけるよう、厳選された豆を使用したコーヒーに加えて、ソフトドリンクやサンドイッチなどの軽食もご用意して、おいおいビールやワインなどもご提供する予定です。この場所が、この町の方が家族になれる大きな庭ということで、季節ごとに大人も子どもも集う場所になればと思っておりますので、お待ちしております。今回のリニューアルは屋上の庭園だけでなく、ノースプラザ東急百貨店3階フロアもファミリーで楽しむフロアとして全面リニューアルいたしました。親子で、そして3世代でお買い物を楽しんでいただけるショップが揃い、ベビー休憩室も新たにオープンし、ファミリーでゆったりとお過ごしいただけるフロアとなります。庭園と一体となって地域の方々が集う場所を提供いたします。ノースプラザ3階庭園コモンフィールドでは、人工芝ゾーンなど
庭園全体を活用したイベント、ガルテンコーヒーでのワークショップなど、さまざまな施策を実施していきます。多摩プラザの街のコミュニティリビングとして、多摩プラザに来てくださった方々がこの庭に必ず立ち寄ってもらえるような、大人の方もお子様も楽しめる憩いの空間にしていきます。皆さんぜひノースプラザ3階庭園コモンフィールドへお立ち寄りください。お待ちしております。いかがでしたでしょうか。リニューアルされてこれまで以上にファミリーで訪れるのが楽しみな場所になったようですね。私もぜひ行ってみたいと思いました。ぜひ皆さんもリニューアルされた多摩プラザテラスノースプラザを訪れてみてください。以上ウィークリートピックスでした。 CM の後はフォーカスインです。続きましてはフォーカスインのコーナーです。このコーナーは東急グループのさまざまなサービスやイベント、取り組みなどに焦点を合わせ、詳しくお伝えする特集のコーナーです。今回は先週お送りいたしました正規東急工業株式会社について改めてお伝えいたします。道路舗装のスペシャリスト、一体どういう会社なんでしょうか。こちらご覧ください。正規東急工業株式会社は1950年に設立された道路舗装土木建設工事の会社、正規建設工業株式会社と1967年に設立された東急道路株式会社が1982年に合併して誕生、そして2020年1月に創立70周年を迎え現在に至っています。正規東急工業株式会社営業部の相澤です。実は当社は皆様に馴染みの深い東急線沿線において宅地の造成や駅前広場の整備といった工事を通じて沿線の皆様のまちづくりにお役に立っています。例えばあざみのガーデンズの舗装工事やメンテナンス、さらには東急各線の駅ホームの舗装工事やホームドアの設置も行ってまいりました。また青葉区民祭りで開催されている東急宝市にも長年にわたって参加しており、工事以外でも皆様の身近なところで活動している会社なんです。舗装という町のインフラを担うお仕事だけあって、やや固い印象を持たれがちな正規東急工業株式会社ですが、ホームページには目指せ黒帯道路工事検定というクイズを通していろいろ学べるコーナーもあります。ここからはうちのマスコットとともに進行していきましょう。カモン ST 時計。ST 時計は創立70周年記念事業で誕生した正規東急工業初のマスコットキャラクターです。それでは突然ですが、ここで第1問。古くなってボロボロになったアスファルト舗装の道路はどうなるでしょうか。1番燃料にする、2番砕いて工場でリサイクルする、3番畑に埋める。さあ STK どれだと思う。おやおや、これは埋めているのかな。なんとなく埋めちゃいけない気がするんだけれども。じゃあ ST と K、 詳しい部署で話を聞いてみようか。行っておいで。こちらは5階にある製品事業部。ここでは全国にある道路の材料製造部門を管理しています。関東製品試験所で試験業務を担当している小池です。実は古くなったアスファルト舗装の道路はもう半世紀以上も前からほぼ 100% リサイクルしているんです。古くなった道路はその表面を剥がして正規東急工業の工場に持ち込まれ、再びアスファルト舗装の材料として生まれ変わり再利用されています。
それではここで第2問。真夏でも温度が上がりにくい舗装の名前は？1、アイス舗装。2、冷え冷え舗装。3、遮熱性舗装。4、ミラー舗装。さあ、答えて、エスティとケイ。それは、アイスかな？冷え冷えかな？冷え冷えだね。それでは、詳しそうな部署に話を聞いてきて。こちらは6階営業部内にある環境景観グループ。ここでは環境や景観に関するさまざまなことについて取り組んでいます。環境景観グループの中山です。第2問の答えは3番の遮熱性舗装。惜しかったね。遮熱性舗装は真夏でも路面が熱くなりにくいので街が熱くなるのを防いでくれます。舗装が熱をため込まないことで大都市で問題となっているヒートアイランド現象や熱帯夜を緩和してくれる遮熱性舗装。実は渋谷のスクランブル交差点の中も正規東急工業が遮熱性舗装の施工を行ったものなんです。それではここで第3問。車で走るとメロディーが聞こえる道路があります。どうしてメロディーが聞こえるのでしょうか。1番、携帯の GPS で感知するため。2番、道路に溝を作っているため。3番、カーラジオが電波を受信するため。4番、スピーカーを埋め込んでいるため。さあ、どれだと思う？4番かな。では、正解を知っている部署で話を聞いてみよう。いってらっしゃい。こちらは7階にある技術部。部署からメロディーは聞こえてきませんね。第3問の答えは、2番の道路に溝を作っているからです。道路に作った溝とタイヤとの摩擦によってメロディーを奏でることができるんだよ。実はこの道路、ただ音が鳴るだけじゃないんです。メロディーを正しい音程とテンポで聞くためには車が一定の速さで走らないといけないので、ドライバーが自然と安全な速度で走るようになります。そう、この舗装は安全対策にもなっているんです。さすがエスティとケイ、クイズに外れてもお喜びだね。70年以上にわたって日本全国の道路をつなぎ、さまざまなインフラ事業に携わってきた正規東急工業株式会社。最後に番組をご覧の皆さんにメッセージをいただきました。広報の板垣です。私たち正規東急工業株式会社は70年にわたり日本の道路舗装とともに歩んでまいりました。近年多発する地震や台風といった自然災害が発生すると、私たちはすぐに駆けつけ道路復旧工事を行います。地味ではありますが、まさに縁の下の力持ちとして生活の中になくてはならないものを作っているという誇りを持っています。今後はより環境に優しい舗装技術や施工方法を研究開発し、より世の中の役に立ってまいりたいと社員一同考えております。今後とも正規東急工業をよろしくお願いします。まさしく縁の下の力持ち。正規東急工業の歴史は日本の道路舗装の歴史と言ってもいいかもしれませんね。今までほとんど意識することなくアスファルトの上を歩いてきましたが、これからは地面を見る目が変わりそうです。以上、フォーカスインのコーナーでした。続きましては109シネマズインフォのコーナーです。
このコーナーでは109シネマズと横浜ムービルの映画情報をお伝えいたします。こちらをご覧ください。109シネマズの最新情報をお届けする109シネマズインフォ。早速先週末の人気映画ランキングです。第5位はチケットトゥーパラダイス。ジュリア・ロバーツ、ジョージ・クルーニー主演のロマンティックコメディーが公開と同時にランクイン。トップ4の顔ぶれは先週と変わらず、劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ、暗き夕闇のスケルトが再び1位に返り咲きです。映画を見るならお近くの109シネマズへ。以上、109シネマズインフォのコーナーでした。ウィークリートークいかがでしたでしょうか。次回も東急グループのさまざまな情報についてお伝えしてまいります。それでは今日はこの辺で、来週もウィークリートークでお会いしましょう。この番組は美しい時代へ、東急グループとご覧の各社の提供でお送りいたしました。